現場海域周辺、少しずつ日も傾いてきました。陸上では時折風も感じられます。宮古島気象台によりますと、午後5時時点で波の高さは1.5メートルとやや高い状況だということです。こうした中、現場海域では海上自衛隊の艦艇が午後2時ごろからほとんど場所を変えずに洋上に浮かんでいます。ヘリの機体や複数の隊員らしき姿が確認された海域では、 海上自衛隊が今日も総海艦など3隻で捜索を続けていて午前10時前には水中カメラとみられるものが海中に沈められる様子が確認されました午後からは深海まで潜る飽和潜水を行うダイバーが水圧に慣れるための準備を始め先ほど午後5時前ダイバーを乗せた水中エレベーターが着水し海底での捜索に向けた動きが本格化しました 私たちが中継を行っている場所では捜索の様子を心配そうに見つめる住民の姿がありましたまた数分おきに自衛隊員が巡回して陸上からも海の様子を確認していましたスタジオからお願いします米宮、はい、さん、あの機体や隊員と見られる姿が確認された場所はどの辺りになるんでしょうかはい、画面左側にあるのが宮古島の北西に位置する伊ラ部島です ヘリがレーダーから消失したのは伊良部島の北の海域で、機体や隊員と見られる姿が見つかったのは、そこからさらに北寄りの海域、水深およそ100メートルの地点と見られます。海上の艦艇、何か動きはありますか 飽和潜水を行うダイバーを乗せた水中エレベーターが着水した午後5時前までは、艦艇の中央付近で隊員がしきりに海を覗き込む様子などが見られましたが、こちらからは水中エレベーターは確認できませんでした。ワイヤーの動きしか見られないという状況、今のところ大きな動きはなさそうです。海底ではまあ今後どのような作業が行われると予想されるのでしょうか。 防衛省の関係者によりますとこの後も水上水中での捜索が24時間体制で行われるということですまた海底ではダイバーが機体と隊員と見られる姿の確認を最優先に作業が行われるものとみられます救出や機体の引き上げについては海底の状況を見ながら判断される見通しです